皆さんどうも、まゆこです。今日も魔女と勇者の縛りプレイをやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。とまあいつも通りスタートしたように見せかけて音声データの破損が確認できましたので、字幕で入れました通り今回は全て後付け実況となります。大変申し訳ありません。次回は多分大丈夫なはずなので、はい、大丈夫です。ということで、本編です。解説をね、いつも以上に入れながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、ステージ15、洞窟を抜けてです。雑魚敵はまだね、2発の攻撃が必要なので、自分のダメージを最低限に抑えるためにバックアタックを心がけます。はい。あと、これ言ってたか、全く、ストーブが鳴った。全く覚えてないんですけども、縛り、同じ縛りをやろうとかね、考えていらっしゃる、もし変わり者の方いらっしゃいましたら、このゲームのね、最低限のクリアしたいポイントとかね、お教えしておきますと、今ミスってるんですけど、魔法が切れる前に一回しんどけっていうのは役に立ちます。っていうか、なんて言えばいいんだろう。魔女の魔法が発動されてる時にしんどかないと、魔女に一方的に攻撃が入ってしまうので、勇者の HP が切れてる間は動きが取れない分、やはり不利に働くので、魔法発動中に強い敵に体当たりなり、かまして、例えばヘビとかボスとか体当たりをかまして、倒れておくっていうのは、最低限攻略にも必要になるポイントかなと思います。ということで、このステージのボスが登場しました。緑色の犬竜巻と茶色のコウモリです。すいません、ちょっと鼻が、花粉症で死んでおりまして、すいません。あくまで体感なんですけども、コウモリの方が耐久値があるように感じましたので、とりあえず落ち着いて残すという処理をしました。あまりダメージを与えすぎると、魔女に近寄りすぎていたのを制するためにアタックを与えたことによって、死んでしまう可能性があるので的確にいきます。ということでクリアしました。ちょっと HP ギリギリでしたが、はい。ということでステージ1クリアとなります。はい、ということで、じゃあ次のステージに行きたいと思います。はい、ということでお店に立ち寄り、ステージ16に向かいたいと思います。ステージ16、雪山の一幕。お店でソードのレベルを1つ上げ、レベル14にしました。このレベルなんですけど、最終ステージまでに、マックスである必要性はありません。マックスはレベル20なんですけども、そこまで上げる必要性は全くありません。むしろファイヤーとかはね、レベル1でもなんとかなったりします。台風使いならね。今回に至りましては、台風の使い勝手の良さがどうしても、重要になってきまして、周りの敵を蹴らせるっていうのが、相当な利点になっている関係上、今回もファイヤーを全然使わないっていう形で、クリアをしました。別に、ファイヤーは、レベル上げれば上げるほど、性能は良くなって3方向になったりとかするので、そう考えると使いやすいのかもしれないんですけども、私は思うようにちょっと使いこなせなかったので、今回は台風のみという形で行かせていただいております。ということでボスが出てきました。といっても画面内にいないんですよね。出てきましたね。今回のボス雪だるまになります。特に言うこともなく雪だるまです。はい。Do you wanna be the snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like you're gonna away. なんて歌って、尺を稼いでおります。はい、ということで、いつも通り処理をしていきます。あとはヘビにはなるだけ当たらないようにしてます。やはり体力を大幅に削られる点に関しましてはね、正直なとこ邪魔な敵でもあるので、ということで、打撃で倒しました、今のは。もう多分、そう。ということで、動画でちょっと確認をしておりますので、判定の方をどうぞ。はい、ということでもう一度ステージ16をクリアしていきたいと思います。早送りです。はい、ということで無事クリアいたしました。ステージ16です。はいで、そうですね、次ステージ17になります。でお店に行ってステージ17に向かいたいと思います。ステージ17、メデューサの城へ。ついにメデューサの城に近づいてまいりました。ここで聴いていただきたいのは BGM です。というのもここで BGM が大きく変わります。ここから数ステージはこの BGM なんですけど、個人的にこのゲームの中で一番好きな BGM はこれかもしれません。雰囲気がすごい好きなので、曲調がね、なので、正直なとこ一番好きかもしれないです。でこのステージから出てくる、黒い骨、この黒い骨が正直なと厄介です。黒い骨と、後々出てくるもう一個キャラいるんですけども、攻撃力が大変高く、魔女に至っても大幅に HP が削られますし、勇者の HP も大幅に削られます。早めの処理を心がけてプレイしていくのがいいんじゃないかなと思います。他の敵よりも他の敵は割と魔法で蹴散らしてくれるので、そう考えると、黒い骸骨は、優先して倒すのがいいんじゃないかなと思います。また、早いうちに聖剣を貯めておくっていうのも結構大事です。例えば今ヘビちょっと空振りしたけど、ちょっと怪しいなって思ったんで空振りしたんですけど、聖剣は勇者の攻撃または魔女にダメージが入ったりすると、ゲージが溜まっていきます。でこのゲージなんですけども、前1回、多分1つ前の動画なんですけども、ボス戦で攻撃を食らった際に大幅にゲージが溜まったと思うんですけども、これは、主にボスに、攻撃を受けるのが一番溜まりやすいというふうに思います。でここのボスは、厄介な黒い骨、スケルトンと、赤いサソリです。私的には赤いサソリを先に倒しておきたいので、攻撃をなるだけ与えております。でここで聖剣を発動。どちらかを先に倒しておくと相当こちらとしても楽なので、プレイしている側としてね、楽なので、あらかじめ片方を倒すようにしています。はい、ということで黒い骨を先に倒せたので、あとはサソリを倒すだけです。あまりダメージを与えすぎると、サソリの方の HP がゼロになって倒れてしまうのでって言っている間に倒しましたね。ということでステージ17も難なくクリアでございます。ということで今回はここまでにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。